バヌバクタ・アーチャーリャは、ラーマーヤナを、サンスクリット語から、ネパール語に翻訳した19世紀のネパールの詩人。バヌバクタ・アーチャーリャの像バヌバクタ・アーチャーリャの胸像、バヌバクタ・アーチャーリャバヌバクタは、ネパール西部ガンダ危険のタナフン郡のチョンティラムガ村で、ヒンドゥー教のブラフミンカーストの家で1814年に、生まれた。彼は、 祖父のシュリクリシュナ・アーチャーリャによる自宅で教育を受けた。バヌバクタの父ダナンジャイ・アーチャーリャは、一般の政府の役人で、西部ネパールのパルパ王国の知事アマールシンタパのために、働いた。バヌバクタの前のネパールの詩人は、通常、すべてサンスクリット語で詩を書いていた。バヌバクタはネパール語の最初の詩人とみなされている。彼の詩の一つは、 カトマンズ渓谷の風景と住民生活を描いた詩がある。15世紀のハースの帝国の崩壊後、現代に進化してきたネパール語は日常生活の中で会話として使うことがあっても南アジア全体にサンスクリット語の影響が強かった。ネパールではブラフミン教師や学者らによるサンスクリット語の教えや文庫がすべてだった。バヌバクタは。 ある日草刈り人に会うまで、裕福な家庭からの若い男の子で詩人になることや、社会貢献ということは考えてもいなく平凡な生活を送っていた。しかし、草刈り人の話を聞いて彼はこれらの行を書いた。草刈り人は草を切断するために、彼の人生を与え、少しのお金を稼いで、そのお金で村に井戸を掘って、死後も世の中に名が残るよう、 高い思考を持って、草刈りをしている。しかし、私は何も達成していない。代々と人々に覚えてもらえるように井戸も掘っていない。レストハウスも建てていない。すべての私の富は、私の家の中にあるのみ。この草刈りが今日私の目を覚ましてくれた。私の人生は、私という存在のメモリが、世の中から消えれば価値はない。バヌバクタは 彼の生活の中で二つの傑作を書いた。一つは、バヌバクティラーマーヤナであり、もう一つは、彼が刑務所の中から首相に死の形で書いた、嘆願書だった。彼は書類への署名に、いくつかの誤解のために、刑務所に入れられた。刑務所で健康が悪くなり、彼は、 自由を求め首相に手紙を書いたものだった。バヌバクタは死で彼の自由を獲得したが、同様にお金の袋を与えられた。ラーマーヤナのネパール語への翻訳は死よりも歌のようなもので、わかりやすく社会のあらゆる世代の受け入れられた。バヌバクタはネパールの最も敬愛される詩人の一人であることを知ることなく1868年に 一般人として、世を去った。彼の傑作バヌバクティラーマーアヤナは、原稿として1887年に発見され、インドのベナレスで出版された。ネパール文学の歴史で、バヌバクタ・アーチャーリャと20世紀初めの現代詩人、ラクシュミ・プラサード・デブコタの名が、最も高い。両者の唯一の違いは、バヌバクタの名声は、彼の作品に圧倒され、 デブコタの作品は、偉大な詩人自身のパーソナリティとして享受し続ける。バヌバクタ・アーチャーリャのネパール語の文学は、特に彼の作品が出版されてから、ネパールの国境を越えて、東西の広範囲に広まった。現在は、ネパール系民族の多いインドのシッキム州、アッサム州、ダージリン、メガラヤ州、西ベンガル州やウッタラカンド州とブータンで、 バヌジャヤンティ記念祭として、バヌバクタの誕生記念日を毎年お祝う。この日学校や公共施設は祭日であり、様々な文化イベント、文学イベントが行われる。2014年には、バヌバクタアーチャーリアの200周年誕生記念であり、ネパール内外でバヌジャヤンティの様々な行事が行われるとされている。ありがとうございます。